かえりなさい。ただいま、すいません、お待たせ。I.A.T. Departure again. A N A, yep. Baby. I am. Writing this one. Let's count it. Let me get some help. Okay. You get two bags. Konnichiwa. Japanese passport. 日本のパスポートでしょうか。こちらです。日本とは思えないほどマスクしてる人が少なくて嬉しい。ほら、全然違って嬉しい。みんなオープンになってて嬉しい。ただいま、すいません、お待たせ。ない。聞いてみようか。ロッカーとかあるのかな。ロッカーに入んないか。もうぐしゃぐしゃでしょ、ちょっともうさ。いいの。ね、いいの、なんか食べなくって、ほら、モンブランとかあるよ。コーヒーもあるよ。食べなくていいの？仕事中じゃな、食べな。でもさ、美味しいものがあって美味しいのかな、ここ。え、美味しいのかな？美味しいのかな？日本円が札束。いくらですか？690円ではない。え、小銭出すか。持ってきてよ。感動。感動。日本の水、あら、結構涼しくなってきた。はい、よろしくお願いします。ただいまー。この間11月に帰ったから、今5月の半ば、6ヶ月ですね、6ヶ月7ヶ月その間はお家アメリカのうちでお孫ちゃんと遊ぶことが多かったです。あと旦那さんのご飯を毎日作っていました。冬を越えてきました。まだ行ってないんだけど。新曲のレコーディング、新曲のレコーディング、それは今年出す、来年出すのもちょっと取っとこうかみたいな、そういうのがあります。もうすぐなんです。それとあとはファンミーティングを開催します。とかは流れるんでしょよろしくね。へえ、35周年、2月でね、2月の3日、節分の日が私のデビュー記念日でした。っていうかデビューしてから35年ですけど、デビューして私もう4、5年でアメリカに来てるので、私の35年のほとんどは歌を歌ってなかったことが、自分の生活で家族を作ってアメリカでね結婚してっていうのが、それで過ぎていったという感じですけど、でもそれが私のなんか今の私を作っている感じで、もう人生的にはいい、結局いろんな波乱万丈あったけどいい人生だったなと思います。でも歌は最初のやっぱり 4,5 年ずっとね姫乃木理科ができてやってたから、それを姫乃木理科じゃなくて自分の生活をして、でまた戻ってこれるような運命になったって35年って今言えるということがちょっとミラクルでございます。もうそれだけが本当どうしようもないぐらいに考えると鳥肌立つぐらい感動。すごいもういろんなメッセージ。49歳でおばあちゃんになるとは思わなかっただろうねと思うから、デビューして頃は本当に結婚のことなんて全く考えてなかったし、アメリカに来るなんてもってのほかだったし、ロックもうヘビメタロックの人と結婚するなんてなかったねっていう。あんたそんなこと思ってなかったでしょって本当に思うけど、人生何やるかわからないけど一生懸命は生きてきたと思うので、結構入り込みやすい性格なのでそんな感じかな。よくわかんないことが起こるよみたいな。昔は昔でこうエキサイトメントっていうのはね、自分の中でこうモチベーションが上がるようなことっていうのはあったんだけど、全然違うことにモチベーションが上がる。今歌にしても、前は本当音を取ったりどういう風な声の出し方すればっていう、なんかもうビギナーの感覚の楽しみだったり努力だったりあるんだけど、今は衰えないようにとかまあそれもあるけど、どうしたら何ていうのかな、自分を保っていけれるのかとか、あとはあの頃今の自分をどうやって使えることができるんだろうかとかっていうなんか表現はしてなかったと思うし、できなかった未熟で。だけどそれが今は自分の言葉で説明できたりするかな。まあ長く生きてりゃみたいなそういうところも含めながらかな。あ、歌としてはそうね、結構びっくりしたのは、久しぶりに2019年に歌って復活ライブと言われたライブをやった時に思ったのは、結構やればできるんだなっていう。ずっと歌ってなくてもそういうアドレナリンとかわかんないけど、自分が持ってるものって蘇ったりするんだなと思って、だから蘇るんだったらそれをもうキープしていきたいなというふうに思うのが今ですね。もうね、一生懸命なの。分かんないことがいっぱいあって、若い子にはついていけなくってっていうのは本当本性なんです。だけどでも自分なりに新しいことやるってすごいことなの。もう新しいことをやってるからこう楽しんでいけるっていうか、もうああこれもやったことある、これもやったことあるっていうことが多いんじゃないこの年になると。でも新しいことをやるって、分かんないことが分かるようになるっていうのをこの年でできるっていうのは、そのチャレンジができるっていうのはすごいいいこと、自分では。だからあんまり思うんだけど、第三者っていうか自分のこう遠くから見てる自分がいて、何やってんのっていうことがあるんだけど、それを無視するようにしてるなるべくこうだ楽しいからいいじゃんみたいな思うようにしてる。前の自分を見てほしいっていうふうにはやっぱり思わないかな。こういうことやってた人なんだよっていうところは、自分のバックグラウンドとして見てもらって、今同じことをしろって言っても本当無理なので、やっぱり今まで生きてきた自分で今の自分をやっぱり見てもらうためにあまりその変な無理をしないで、自分が今好きなことをアピールして、それをみんながこう見て、ああそうなのかとか、この人はこういうやり方もあったのかとか、まあお料理だとか歌でもそうだし、でもし誰か若い子たちが会いに来てくれるんだったら、その人たちと話してみて、なんか私からこういいところでも悪いところでも取ってってもらいたいっていう感じかな。自分がそうだから、他の人のね、私よりも上の年配の方のソーシャルメディアとかをたまに見たりとか、言ってることを聞いたりとかして、こう得るものっていうのは、初めはその人の意見かもしれないけど、だんだんそれが自分の意見になってきたりとかするじゃない。だからそれで、だから悪いことできないって思いますやっぱりこういうところに出てるから、いいことばっかりするんじゃないんだけど、こう生活の中でも、まあ、一生懸命のところを見てもらいたいなと思います。何事に対してもっていうことで、はい、もうね、本当にこうファンの方たちと一言で言っても、いろんな人がいて、で今ソーシャルメディアとかでね、こう DM とかをいただいたりとか、メッセージコメントいただいたりとかして、いろんなペンネームで、ね、来てらっしゃるとか方がいるんだけど、そういう人が、あ、この人はこの人なんだ、この人はこの顔してるんだっていうのをね、なんか見てみたいので、みんなに会ってみたいですね。で、ああ前にこのお兄ちゃんだったのがこのおじちゃんになっちゃったんだとか私もそうだから、こうそういうのを分かち合いたいというか、でそれであと覚えててくれて本当にありがとうっていうことは言いたいですね。だってその力がなければ、私は今ステージに立って歌えたりしないので、私のこと知らない人の方が多い中で、すごく知っていて、昔の思い出とか、この時こうでしたよねとかって言われると、本当涙が出るぐらい嬉しいから、だから感謝してます今ちょっと鼻声なんですけど、いい？タンタン、うん、ちょっとキータンタンタン、歌ってるタン、から少しのカラオケ行ったらいつでもいくらでも歌えるけどそうで、キスみたいちょっと慣れ行こうと思って、こんな近くて遠いわから少しのキスみたい、もどかしいほど好きなの、くれなずカフェの椅子に座ってそんな感じです。乾くかな。これ超スペシャル。